おはよう、ゆきみちゃん。出てきていきなりパパでいいの？朝からこんな贅沢しちゃっていいのかな？と思わせてですね、ママ曰く、窓の外を見たいから一番近いところに来ただけ説というのがあります。確かに窓から近いです。つまりですね、私は今踏み台です。でもね、それでもいいんです。理由はどうあれ、ゆきみちゃんに乗ってもらえれば、私は本望です。今日結構冷えるけど寒くないかな。お、あの100均で買った怪しい猫のタオルが役に立つ時が来ました。これ親猫が子猫をおんぶしてるみたいになってるけど、ゆきみちゃんまだ生まれて1ヶ月半だからね。君がおんぶしてもらう方だよね、本当は。ちなみにゆきみちゃんのこの尻尾見えるかな。これしましまなんですが、獣医さんに見せた時に尻尾の感じから幼猫とのミックスだねというふうに言われました。尻尾しましまの猫ってよく知らないですけどね。はい、そろそろ私は仕事なんですが、ゆきみちゃんが行かせてくれません。このままじゃ遅刻です。じゃあそろそろ行くけど大丈夫かな。え、行ってほしくない？だよね、パパも行きたくない。じゃあ今日も休んじゃおっか。ただいま。
動画を見返していて思ったんですけど、動画で見るとゆきみちゃんが実際より大きく見えるので、ちょっとどれぐらい小さいかこのスマホと比べてみます。このスマホはね、高さが約15センチですね。これぐらいの大きさになります。今日でね、ゆきみちゃんを保護して1週間、ちょうど1週間ですね、になります。で、一番ね大きい変化は、初めはねやっぱりシャーシャーって警戒心むき出しだったのが、今では同じ部屋に入るだけでね、本当にもうゴロゴロ喉を鳴らし出して、まあ、膝にね乗ってきてくれるといった感じで、まあ私たち家族に慣れてきてくれたという点ですね。はい、あと見た目もね、目やりなんかが取れてきて綺麗になってきて、まあ、ゆきみちゃんという名前の通りね、真っ白な姿になりました。今後はね、ゆきみちゃんもだいぶ慣れてきたので、まあ、初めてのやっぱりお風呂ですね、それからまあ初めてのブラッシング、まあ、それからまあ初めて尽くしだと思うので、これからもまあそういったね様子を動画にしてお届けしていこうと思います。今ね、ママと私の一番の願いはですね、やっぱりね早くね一緒の部屋でゆきみちゃんと暮らしたいということですね。残念ながらね、獣医さんの言いつけで、まあ、1ヶ月は隔離生活なので、まあ、あと3週間ですね、ですので3週間後の、まあ、検診で問題なければ晴れて、まあ、わびさびちゃんともコラボしつつ、まあ、ゆきみちゃんの、ね、フィールドも一気に家の中中に広がるということになります。これはね本当に今から楽しみです。で、今まではね、最初の1週間ということで、まあ、ちょっと毎日動画を投稿させていただきましたが、ちょっとねこれ結構ね私体力的に少しきついため、今後ですねちょっともしかしたら更新頻度が落ちるかもしれません。申し訳ありません。でね、ママにねブログを書いてもらってるので、よければそちらも見てみてください。URL は、説明欄に書いておきます。ちなみにねちょっとねママはねネットに何かとこう、いろいろものをね投稿するのが初めてなので、私同様至らない点がもしかしたらあるかもしれないので、まあ、そこはね温かく見守っていただけると嬉しいかなというふうに思います。はい、では本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあバイバイ。